せーの恋愛武士こんにちは,こ,にちはこの番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生でさらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします最後までお付き合いくださいで、はい、ちょっと振り解くなんですけど、はい、今日ちょっと色々とありまして、はい、今日中3日 かの収録なんで、<laughs> はい、あのスパンが極端に短すぎてから何も考えてきてないんですよ。<laughs> ピッチャーとしてはなか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 のピッチーだね。<laughs> 肩壊すんじゃないかっていう勢いなんですけど、フリ <laughs> <う>とく一応ちょっと考えてきてないんで、うん、えちょっととりあえず今考えてきてない反省文を頭の中で英語で思い浮かべてもらっていいです。はい、あ自分がですか <laughs>？もちろん。熟 <laughs> <laughs> 考える立場で苦労していないから反省するんですね, <laughs> <笑><笑>ね,ね,ね一応これもうあれだからね。<laughs> はい、はい、お願いします。 はい考えましたはい、はい、じゃあ頭文字でいいでいいで、はい、エンジョイはい、うん、面白くないよこの曲面白くないよこれ <laughs> 俺そんなあの面白くないよ聞くためにあるじゃん <laughs> こんなふりしてないよ毎朝 <laughs>、まあ、でもねあのー、今一応実際店長と先生は、うんはい、えっとまあ実際普通に仕事している サラリーマンなんですけどただこの今 FM 技能ワンさんでこういうふうに会話させてもらってこれが今ちょっと生きがい的なになっていて我々も普段職場でおじさんとしか会わないからねおじさんってなかなか年配の方ばっかなんだけどねなんか花がない職業柄のんか仕事をやってるから何かこういうところ来るとねちょっと新鮮でねだからもうとってもなんかまあリスナーがいなくても 楽しく喋っていけるこれでちょっとストレス解消になるみたいな部分もあるんでちょっととりあえず1年は全力で駆け抜けていこうかなって今思ってるんですけどねで年末ぐらいにちょっとあのまあお金は稼いでいるんでだからちょっとお金に物言わしてゲストを呼んで年末は年末でちょっと特別企画として FM 木戸川さんにお願いしてから。 ま五時間ぐらいの枠設けてもらって、やろうかなってちょ考えてるんですけど。五 <laughs>、うん、時間俺らの喉が持たないんから。<laughs> <laughs> <laughs> このテンションで五時間喋れるかな <laughs> <laughs> いやでもやってみないとわからんすよね。<laughs> <あ>ね <laughs> 意外とできるかもしれない。三十分はやってるからねずっとね。じゃあこんな感じで一応あの冒頭のフリートークは締めて <laughs>、はい。えっと一応じゃあ番組の紹介に行きたいと思います。はい、じゃあこの番組は毎週土曜日四時三十分から、はい。 5時まででの30分番組です、はい、実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください。 番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っております。今のところ2人で盛り上がってるって感じですかどね。まあでもいいんですけどもし時間が余れば空気を読まず店長の「なったよなったよ」「ね振りーっていらなかったんじゃないの?」「まあいいね」「ちょっとこれも味に出てるからね」でまあちょっと達成したんですけど恋愛節をだらだらと話して エンンディングにバ,バトンを渡していく、はい、で前回意外にちょっとコーナーを盛り上がってうん、うん、いろいろと真剣に考えて、うん、で最後の自分の,あの、はい、いらないトークがなくなったんで <laughs> まあ,あれとってもいいなってちょっと個人的に思うんですけどそれを意識しながら番組の方も構成していきます。はい、で笑いも 恋イバナもアッパースイングで、まあ常にホームランを狙っていくので、はい、え皆さんからはたくさんのメッセージをお待ちしております。空振りも豪快にしますんで。<laughs> そうですね。<laughs> だから喋ってよちゃんと。<laughs> 毎回いいじゃダメだよ。<laughs> で、えー、っとメールアドレスは797 at mark fm ギノワン dot com ですね。はい。はい。で、ここでえっと一曲挟みたいと思います。はい、バックナンバーでコイ。 皆さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療をアイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指しますハーレー・ダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープンおいしいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェハーレー見るならハーレーカフェ 沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハレーカフェへゴー宜野湾ヒルズ通り究デ英語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 続いてはメインコーナー「恋の妄想」。ちょっと最初の時点でちょっとう嬉しいことがあったんで、はい、ツイッター上で、うん、えーとあるリスナーさんからメッセージが届いていて、はい、でちょっと嬉しい内容だったんで、はい、えとここはあのー、先生の方にお願いして、はい、あの読んでもらおうかなと思うんですけど、はい、よろしいですか めっちゃ緊張してるけど頑張ります声も全然緊張してないけど大丈夫だってはいじゃあじゃあはいお願いしますこのメッセージが来たのが第四話の祭りの手をつなぐ部分でそうだね来てるメッセージなのそれに対してのこの方のまあエピソードっていうのかなそういう感じになってますねはいじゃあ読んでいきます気持ちを込めてお願いしますなんか難しいなハードル上げるよ俺ははいお願いしますはい えー、店長先生石坂さんはじめまして山口からお邪魔しますセクシー切り株の回遊でありますはじめましてはじめまして、えー、これのエピソードが「えー、と花火の後の告白」はいで「懐かしい高一夏地元の花火大会」「経験あるそのシチュエーション」あいいですね、えー、いいですね、はい 人気の少ない隠れスポットに2人で座り花火を見てる私、うん、もうつないだ手のひらに全身形花火の <laughs> めっちゃ読むの下手くそだなすいませんね <laughs> これ狼になるパターンじゃないのこのメッセージは, <laughs> はいはいどうぞはい、はい、全身形花火の光で見える少し汗ばんだ彼女の横顔輝く黒目 最後の大玉子に繋いでいないん？繋 <laughs> いでいないを取り向き合う二人これなんて書いてあのか繋いでいない繋いでいないを取り向き合う二人<笑><笑>ちょっとあのあれなんて一旦切るんだわけね 大玉っていうのは花火のことです、ね。そうだね、ラストの多分シーンのことを、うん。を最後の花火のことか。イメージしてるんだね。うん、ちょっとバックナンバーに寄せすぎだね。あ、そうなんだ。適当に喋ってみました <laughs>。はい、じゃそのまま続けていいですよ。うん、はいで。照れる彼女にキュンキュンしながら好き大好き僕の彼女になってください。次の大会でタイム10分切れたらキスしよう。これは実際多分陸上部とかそういった。 ことなんでしょうね。うで続きに陸上部、かっ、うんはい、長距離同士だった私の告白でした。うん、ストレート勝負っていうメッセージが来てました。かっこいいですね。かっこいいですね。で、これにはオチがあるんですよ、ね。<laughs> この話には。二回目のメッセージ、でちゃんとオチがありました、ねはい、<laughs> そこもお願いします。<laughs> で、こちら、まあ、店長の方から、で、その後、キスはできたんですかっていうことで。問いかけたところの答えで、はい、あ、この話、オチがありまして。 いざキスってやときに歩道されそうになり、走って逃げることになります。<laughs> <laughs> ここでチャンチャンじゃない？あいやいやあそうだね。はいはい、はい、はい。で最終的には最終的に学生が夜人気のな人気の少ないところにいれば声かけられるよねっていう <laughs> <laughs> そのことはキスできずファーストキスは別のことになります。<laughs> これ流れ的にこの子とファーストキスでしょっていう感じだけどねまあでもいいメッセージでいい恋してるんでしょうねちょっと読み手があまりにも下手で伝わりにくいかもしれないけどちょっとあれだねメッセージをかっこよく書きすぎてるから普段の俺なんか適当にクしてるさんね多分こういうのは読みにくいんだはずかっこよく書いてるよね文章としてはね素晴らしいと思いますエピソードになってるからね まあ、あのこれからもちょっとあの我々のくだらない番組を、はい、あの聞き続けてほしいなっていうのもあるんでですねっと文章の読と勉強しますじゃあ、えっとはい、コーナーの方入っていきましょうね、はい、えっとこのコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として、はい、我々2人がお題に対して答えていきます。はい その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し 恋愛節へ出世してもらうコーナーです。神みそうだったねただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります廃止になるの今でも一見来てるからねメッセージねんとか首の皮一枚頑張っていこうねちょっと手抜きしないようにお願いします頑張りましょうはいなので一応たくさんのラブメールの送信をお待ちしておりますでラブメールの書き方なんですけど毎回一応説明してるんですけどえっと ざっくり言うと、はい、ちょ三段階評価になってて、はい、丸、三角、バツで、うん、でメールにあの丸ってあのキーボード叩いてもらえれば、四つぐらい叩いてもらえれば丸って出ますんで、<laughs> はい、うんもうそれだけでいいんでですね、<laughs> うん、そこを送信してもらいたいで、えっと評価内容については、はい、石坂さんすみません、いつも通りお願いしてもよろしいですか。お願いします。はい、はい、じゃあ丸評価お願いします。検見する。はい、三角の評価。まあ悪くないかな。バツの評価。ダメ。 ありがとうございます、はい、以上の内容で、うん、えーとキーボードを4つぐらい叩いて送信してもらえれば、うん、あ,のありがたいんですけど、はい、そこら辺ちょっとあの、まあ、今一人リスナーさんいますので,、えっとですね、このラブメールを集計して実際我々の方で勝敗を決めていきます。はい、で、うん、どちらかが3連敗した場合は罰ゲームで我々が自腹でプレゼントを準備します。はい 準備したプレゼントは3連敗した次の週にサッカー節が過去の放送により問題を出すので答えを書いてラブメールの送信お願いしますなんですけど、はい、ちょっと今いろいろと番組の構成考えながらえっと実際まあリスナーさんがいろいろとひっついてきた場合に、はい。はい この我々が準備したプレゼントを欲しい方は是非、うんはい、テーマを前もって、うんあのー、告知しますんで、はい、我々に勝った方に、ま、プレゼントを あげようかなって形式を変えるの、はい、コーナーで勝負していただこうかなっていう <laughs> その方がちょっとこっちとしてもあのー、熱が入るんでディスナーさんじゃ負けたらコーナー出て負けたらあれなの <laughs> もらえないだから例えば十通メールが来て<う>これ危ういなっていうのは、はい、却下していきます、うん、<laughs> で勝てそうだなっていうものをチョイスしてで実際我々と勝負挑んでもらおうかなって思うんですよ,そ,ですよそんなことさせませんから <laughs> <laughs> ちゃんといいものから選びますから、ねそうですね、いいものから選びましょうねまあ <laughs> そういう と <laughs> いう風に、ちょっと番組を少しでも盛り上げられるように。はい、もうサッカー部星は常に考えておりますので。はい、まあ、そこら辺は、まあ、おいおい、やっていきますので。はい、はい、よろしくお願いします。で、一応今週のお題なんですけど。うんはい、えっと、前回が。はい。えっと、一か月の記念日に。 気持ちをこもったプレゼントを彼女に渡して喜んでもらうセリフだったんですよ。はい、で前回自分負けたんですね。はい、あんなにあのガッツリ考えたのに。前回自分勝ったんですよ。ガッツリ考えて負けたから、な悔しいなと思いながらも、はい、でもあれがもうちゃんとしたね、あのー、勝負事なんで、はい、まあそこはもうあれなんですけど、はい、で今回が、はい、えっとそれに続いてえっ、ー、と食事が終わりました。はい でちょっとお題読んでいきましょうね、はい、えとお題が、えー「プレゼントを渡して彼女はとても喜んでくれました」はい「いつも以上にラブラブダムダ雰囲気で会話,を会話が盛り上がりました」はい「お店も閉店が近づきバーへ移動することになりました」はい「僕はいつものように会計を済ませようとすると彼女から一言ではどのようなセリフで」 あどのようなセリフを伝えて自分で支払いますかで彼女からの一言がプレゼントまでもらっているからここは私に任せて（ハート閉じ）なんですねでこれはちょっと石坂さんにこの石坂さんは（ハート閉じ）あの感情を込めてほしいっていうですねハートの感情を込めて前回ちょっとこのあのハートの感情ハートの感情ってなんかちょっと女性らしくっていうか 気持ちが困ったセリフを言ってしい <laughs> っはしゃいでる感じっていう感じかな。に対して、うん、ね我々二人が棒読みで答えますって、はい、<laughs> 毎回緊張して棒読みになるんですけどね <laughs> 全部棒読みなんですけど <laughs> 感情を一切褒められてないんですけど <laughs> セリフ以外はこんな手 <laughs> <laughs> この部分だけは唯一ダメなんだよ <laughs> 結局。<laughs> すいませんちょっとマイクがずれましたマイクがずれたんででえっと今携帯に今日もセリフ前回負けたんで一応携帯に中に入れてきたんですよでちょっと喋っといてもらえます毎回毎回ですねいや俺勝つために言いだね毎回ね今日食べたお昼ご飯はマーボ豆腐ですマーボ婆豆腐 今って一応流ししきまたよちは今変な面白くないネタ言うからこっち効果音のまたページ開いてるからあれだよ何かやってるよ毎回ノープランで来てるから何も思いつかないな OK ですじゃあメモ帳開きましたんでえっと石坂さんの方に早速発信していただきたいんですけどはいじゃあ私の方からいきましょうねはいしますお願いします プレゼントまでもらっているからここは私に任せてありがとうね気持ちは嬉しいけど閉まって大切な彼女だから俺が払うよなんですよね今回<ー>意外とシンプルだけどちょっとあの大切な彼女を臭くしてみました<ー>このフレーズだけ<ー> う大切、まあ、もう付き合って1か月だから、うん、とってもラブラブだよね多分ね1か月っていうとね一番盛り上がってる感じだよね、うん、もう一緒にいるだけでなんか幸せを感じてる時、うん、だからこそ言葉で,、うん言葉で まあさらにまあ多分行動とかでも示せてると思うんですけどさらにあの大切に思っているようを再確認のために大切な彼女には払わせたくないから俺が払うねっていうセリフを置いてみました今回はただバックナンバー流ではないんですけどバックナンバーだったらもっとかっこいいこと言ってるはずなんですけどまあ,あえて自分の言葉でやってみました。結構シシンンププルルにちょっと臭くね 今回自分もあれなんですよね。あの実際もうご飯食べに行って女性と食事して。自分がそのままやりそうなっていうか言いそうな感じで。シンプルにしました。はい。はい。シンプルでいいと思います。まましましはい。じゃあ、ゃあ準備の方はよろしいですか。ああ、オッケーオッケー。俺喋るのはある。全然あの <laughs> 食うでも何でもないからね。はい、準備できました。あ,あ早いな。喋らせよ。はい、<laughs> 早いな。じゃあ、石坂さん、すみません。じゃあ、お願いしてもよろしいですか。はい プレゼントまでもらっているからここは私に任せて。あ、実はさっきトイレ行った時に会計を済ませてるんだ。食事代もプレゼントに込みだからさ。でも、石坂さんの気持ちはとっても嬉しいよ。ありがとう。です。 チャンチャンいや俺勝ちに向かってるからよちょっとでもあのクオリティを下げるっていう意味ではチャンチャンでもんね勝ち <laughs> に向かってるからこっちはしかも意外に長文できたねだからね,ね俺も読んでて自分で思ったんだけど <laughs> 俺あんま考えてないあの自分が言いそうな言葉って言ったから<ー>普通に短い言葉で攻めてくるかなと思ったこれ多分普通の会話だったらもうちょっとあ自然な感じだと思うんだけどね<ー>ちょっと言いそうなことを詰め込んでみたいみたいな。 ああでもなんか内容はしっかりしてると思います。補足は補足はまあ一番伝えたかったのはこうやって気遣ってくれてる部分にありがとうっていうのを。 ああのー、言いたかったっていうので最後にちょっ持ってきた感じかな。で、あんまり気遣わせないように食事代もプレゼントで込みだからって,っていうか前回花の種しかあげてないからね。花 <laughs> の種と食事代はちょっと <laughs> あの異分じゃないよねあの。すみそ <laughs> のんのへこみようやく治ったらね、あのまた繰 <laughs> り返さないでもらいますか。俺花の種で買ったからね。俺花の種に負けたんだよ。<laughs> へこむぜ。<laughs> プレゼントのあの金額的な面では、うん、明らかに俺の勝ってる。 <laughs> そう<だ> <laughs> <laughs>、うん、鼻の種に負けるっていうね <laughs> ぬいぐるみだった <laughs> ぬいぐるみでしたね、はい、<laughs> ぬいぐるみと花の種だからね <laughs> の種でも石坂さんが好きなスヌーピーを選んで <laughs>、うん、そこでもリサーチして遅 <laughs> くなリサーチをして石坂さんにピンポイントに向けて <laughs> 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 いや勝つためには手段を選ばず、ね、で勝ちにいってやがる<ー>こいつみたいな <laughs> 当たり前でしょう真剣勝負はあるで何でも勝ちに向かいますよ <laughs> もちろんですよ負けたくないですからねそこはね <laughs> じゃあえっとですね、はい、石坂さんにえー、っと今の内容をどちらかを判定してもらうんですけど、はい、石坂さん一応決まってます あ、決まってます。ままはい、じゃあ、えっ、ー、と、判定の効果音を入れてから。<laughs> その後に、答えをお願いして。す効果音、慣れてないから。ら、はい、効果音入れますって言って、入れましょう、ね。<laughs> その方がいいよね。うん、<laughs> じゃあ、効果音入りまーす。<laughs> はい。これは先生ですね。おー、俺<ー>二連敗だ。 でも今日はあんまり考えてないからそんなに悔しくないっていうね <laughs> <laughs> 前回のめっちゃ悔しかったけどありがとうございますでもあれだね初の2連敗だね、うん、ちょっと店長クオリティ落ちてきたて <laughs> ない、うん、結構でも今回はシンプル勝負になってる感じがするけど,そうどこがあれなんですかね石坂さん。 店長のやつ聞いてシンプルでいいなって思ってじゃあ今日は店長かなって思ったんですけど先生のこの先に済ませてるようがよかったです。 ありがとうございます。いいですよ。はい。じゃあ今日も一言いいっすか。いやダメ。いやダメ。どれもコーロナですよ。ダメダメダメ。今日はいいよ。今日は俺はその言うことのセリフ、いつものあえ頭文字ででいいでっていう感じで、もうあの言われること分かってるから今日はやめよ。で俺が次の週で負けたらその言葉もらうよ。その時はね。ちゃんと回収も可能。この時はまあちゃんとあの挑めます。また。 はいで、一応、はい、今結構やっぱコーナー盛り上がりが盛り上がり、はい、盛り上がってはないんですけど、はい、実際意外に時間的に喋れてるんですよね。で、まあちょっと今回、うん、あのかゆさんのメッセージもあったんで長くなっているんですけど、うん、あとまあ、コーナー設定してるのが17分で設定していて、はい、で。一 もうリスナーさんには素直な気持ちをすべてお届けします。でこの番組はババックナンーを応援 b ま c バックナンバーを応援します。そ <laughs> <laughs>、まあ、そんんんなな感じでですけど一、えっと、一応本切ってるんでじゃもうそのまま えっと、はい、あ違う違う違うあじゃあ曲挟みましょうね<ん>エンディングに持っていくと曲が入らないんであ<ー>じゃあえっとここで曲紹介、はい、先生の方からお願いしますはいこの曲は毎年夏になるとちょっと頭の中で流れる曲です、えー、ザブームで星のラブレター そそろそろ時間も迫ってきたので来週のお題を発表したいいと思いますはバーで時間を忘れて楽しんでいる2人が、はい、2> えと心の距離が縮まってきたので我々、まあ、設定が我々なんで、はい、我々の方が、うん、家に誘いたいと思いました。<ー>で誘い文句を、うん あの下心がばれないように誘ってくださいっていうね、うん、どういうふうなセリフで家え、うん、招待しますか、うん、でこれ下心はあるならない, <laughs> なないだから真剣におうち誘ってる時下心はあるよねだから下心はあるだからそれを難しい問題でしょ、うんうん、下心を見せずにうちの犬見に来ないかとかうう <laughs> だから下心じゃなやっぱ逆的な感じになるよね、まあ、笑いに走ってる感あるよね <laughs> どんな犬なのってね <laughs> <laughs> そんな見せれるほどの犬なの <laughs> って感じけど雑誌なんだけど何かかっこよくね例えばなんか例えばで言うけど、うん、この家の中に何、うんあのー、だろうこのなんていう、あのー、た垂れ幕みたいのを下げてから光照らしてから映像が流れるのがあるさあれなんていうの あああ映画館みたいな感じな感じえあ、えっと何だったっけおじさん二人とか思い出す<ー> <laughs> もうそんなシチュエーションがないからね伊 <laughs> <laughs> 坂さん何でしたっけ <laughs> プロジェクタープロジェクタ<あ>ーそうそうそうプロジェクターがあるんで <laughs>、うん、でここで昔のゴーストゴーストがなんか自分の中では恋愛の映画で 結構いいいっってててう印象が残ゴースト一緒に見ないとかまあでその話で盛り上がった流れでそういう誘いをするとかそう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 いうだから犬見に来ないなんて絶対 NG だよ誰が見に行くかっていう話をな。誰も来ないわ近所のおばちゃんに怒られるよこんな夜遅くからワンワン泣かれたらそういう誘いじゃなくてねなんかもうちょっとスマホったんだよねもうちょっと格好目格好つけ目で今今今回も一応あえて負けたんで これを設定してるから <laughs> 俺これに勝ちたいから。<laughs> スヌピーまでリサーチして負けたのにあえて負けたのに。<laughs> 違うだあれだよだあの石坂さんに答えてもらう前に「石坂さん自分はあれですよ」つって「<laughs> あの連敗中ですよ」みたいな感じで。<laughs> <laughs> あというわけで多分石坂さん多分優しいからこれは采配ジャッジにちょっと関係してるのかあれも含んでのジャッジじゃないかなっていうね自分の中でねそういう感じがあったんですいあれだねまあでも負け犬の遠吠えだからねそういうのはまあ負けは負けなんでこれに勝つためにちょっと今回はシンプルな内容で答えてるんで実習一応収録がちょっと今短いスパンでやってるんですけど まあ初の試みで二週間開くんですよ。はい、そうです、ね。二週の開く予定ですまあそれ二週間空いてる間にバッチリ臭いセリフを考えて、はい、あなったよカミカミでお届けしようかなって思ってるんですけどはい <laughs>、はいはい、じゃあえっともう時間も来ましたので、はい、石坂さん今日もありがとうございましたありがとうございました二週間ちょっと開くんですけど、はい、また二週間後に あのお会いしたいと思います。<laughs> 寂しくなりますね。寂しくなる、ね。本当にね。またおじさんだらけの中に帰っていきましょうね。しばらく。嫌だな。ね <laughs> もこれこのくらいからもうちょっと公共の電波で切られるはずなんだ。<laughs> えっと今週も恋愛作家の店長と、はい、えー、っと疑似恋愛の先生に <laughs> お付き合いいただき <laughs> ありがとうございましたあ。ありがとうございました。じゃあ店長最後に一言。違うまたで締めてよもう終わりで終わり。<laughs> じゃあまた。<laughs>